おとといはね、あの、ストシックス終わった後、ドンさんと飲んでた。そう。ドンさんと飲んでて、ドンさんとね、本当に、ドンさんさん、同い年なんですよ。そう。めちゃくちゃ深い話ができた。なんか、価値観が合うわ、本当に。ドン様。そう。うん。めちゃくちゃね、あの、俺面白かった。俺大好きだわ、ドンさん、本当に。うん。でね、あのー、まあ、すんごいあれしたんですけど、ちょっとこれ、ごめんなさい。あのー、昔の同級生からの、 ラインこれ、これ隠したけどね。うん、あのー、ファブカップじゃねええっと、なんだっけ、えっと、オープンレックのやつ終わって、すぐに、すぐに来たわ。23時02分。うん。これ、マジ、本当に俺ね、お前、なんなんだよって、これ、これガチって送ってたよ、これ、うん。ガチって来た、これで。うん。ひ,ひどいよと思って。俺の同級生ですよ。元彼女っすよ。うん。 ムカつくんだけど、マジで、本当に。マジムカつくんだけど、本当。本当に、本当にさ、あの、なんかさ、ふざけてお前言ってんのかって言ったら、いや、本当に、なんかね、あのー、なんかその、本当に恋してるレベルなんだって。恋してるレベルで、でそれが昔の中学の時のね、マンティスと一緒に、なんかこうやって近くにいるだけで、なんか嫉妬しちゃうんだって、なんか、本当。38歳ですよ。そう <laughs> まあまあまあ、しかも38歳で、自分、第一人称俺って言ってんだよ。俺がや、そ、そ、そんなのが、ドン様とか言ってんじゃねえよっつって。うんう。まあ、あの、うちの地元の人たちって、あのー、第一人称が俺っ,って言うんだけど、そう。女の人でね。俺っていう人が多いんだけど、みんながみんなじゃないっすよ。俺、オラ、オラーガ。あの、ファイヤー、ファイラファイガみたいに言うと。あの、大体あの、高校生ぐらいでは俺って言って。で、あのー、20代後半になるとオラーガ。 で、ババーになると、あ、間、まあ、違えたあの、20代後半になると、オラーっつって、で、もうババーになると、オラーがってなるんですよ、ねあ。本当にあの、不思議なもんだよね、竹山って。いねえわ、<laughs> この人、そんな人いない。<laughs> 確かに、まあ、今、今はもう時代が、あの、あれっす、あの、昭和生まれに限るです。はい。昭和60年生まれ前後よりに限るです。さすがに、平成の子たちはもう違うかもしれないですけど、はい。<laughs> 僕の時代は、ほどおかしかったです。はい。 みなさん見てください、僕の防音室を。あのー、はい。えー、とんでもないです、今。はい、とんでもないです。いきます。テレデッテレデ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 ッテレデ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 デ あの、こんなに汚いの、ほんとに。うん。いや、もう昨日掃除しようと思ったんですけどね。ほんだけどもう、ちょっと昨日はちょっともう、ゆっくりしようと思って。うん。